えー、模擬直子です。あいおい日生童話損保と三井住友会場だけ、えー、指定して請求かけることに決めました。えー、理由は、えー、所掌です、えー。東京会場日動が今回本県の主犯格です。原田は日清火災です。だから東京会場です。一番おいしいところのポストにて、ロピアだのホテルアクアセンスだの、えー、豪邸豪遊三昧で、そして、 えー、タレントのか、あのー、まあ、タレントというよりも、AKB の、とか、乃木坂とか、食い散らかしたこいつに金を与えることはしません。えー、ですから、えー、ソンポジャパンと、えー、ソンポジャパンは排除です。えー、三井住友海上に5億3000万、MA&AD と三井住友海上に5億3000万、不足分は、えー、愛用に制度ドアンポが支払う。 なぜなら、三井が払わないで済むように次の交通事故を起こしてるから。だから、この両者、損保ジャパンは切り捨てます。え初期間の高橋博美はそのままです。そして、え三浦康、えー、道と、それからもう一匹のえ船山義弘、えー、と、それからもう一匹の井上優子。これは、除籍と懲戒請求と告訴をかけます。同じ書面です。 だから一枚ので、えー、除籍と懲戒をかけて、そして、えー、告訴状は、えー、まあ、あの、東京行った時に、えー、それを、どっかの郵便局に出します。えー、あの、来月です。来月やります。えー、宣言しとかないと、この連中は勝手なことばっかりやります。原田康はもう二度と会いたくないんです。本当に。 あの、面も見たくないです。何人も出てきましたけどね。えー、えー、小林康人も、それから、えー、平べっこい顔の、えー、小田修平グループの原田も、それからもう一匹の Y モバイルの田畑明もお断りします。まあ、ですから、損保ジャパングループに請求はしません。三井住友会場、MA&AD ホールディングス、そして IOE 日江ドア損保に請求一本化です。 えー、高橋書記官はそのまま温存です。えーえー、なぜなら、えー、高橋博美、えー、書記官は相生いいだからです。以上、本物のもぎ直子でした。